エッシンゲンは、ドイツビュルテンベルク州シュトゥットガルト行政管区のオストアルプ郡に属す町村である。この町は、軍庁所在地アーレンの西に位置している。エッシンゲン北部のコルベンベルクエッシンゲンは、シュベービッシュアルプの北東、高度465メートルから755メートルに位置している。主流は、アルプから流れ下るレムス川の谷に位置している。ラウターブルク地区など、 町域の一部は、アルブーフ地方に位置している。レムス川はこの町の町域内で湧き出している。この町は、北と、東は、郡庁所在地のアーレン、南東は、オーバー国編南は共に、ハイデンハイム軍に属すケーニヒスブロンと、シュタインハイムアムアルブーフ、南西はバルトロメ、西はホイバッハ及び、メグリンゲンと境を接している。 かつて独立した町村であったラウターブルクを含む、この町は22の村落、小集落、農場、住宅群からなる。州統計局の2019年現在のデータによる。この町の名前は、1090年頃のグリュー人間博、ベルナーのヒルザウ修道院に対する、寄進状に初めて記録されている。現在のラウターブルク地区は1128年に、 初めて文献に記録されている。エッシンゲンは1215年にシュタウフェン家の所領となった。ラウターブルクは1276年にエッシンゲンも遅くとも1345年にエッティンゲン白領となった。この地域は1358年にはビュルテンベルク領となったが15世紀にベルバルト断爵に可視された。1697年にデーゲンフェルト白は エッシンゲンの一部を購入している。ライン同盟規約に基づき、この地域は1802年にビュルテンベルク王国領となった。ラウターブルクは当初、エッシンゲンに属していたが、1820年から独立した町村となった。エッシンゲンは長らくオーバアムとアーレンに属したが、1938年からアーレン軍に編入された。このの廃止に伴い1973年に、 新たに創設されたオストアルプ軍に組み込まれた。1971年12月1日に、それまで独立した町村であったラウターブルクが越進園に合併した。ベルバルト男爵は1555年以後、宗教改革を完工した。これ以後、越進園では、福音主義が多数を占めた。しかし現在では、ローマイコールカトリック教会が再興され、 この他に新首都派協会もある。この町はアーレン氏の行政共同体に加盟している。エッシンゲンの町議会は18議席で構成されている。町長は1997年からボルフガングホーファーが務めている。彼は2013年5月に3期目に就いた。ズ柄、ガラ、金字に黒い線で上半分が丸くなった炉の輪郭。路上では赤い炎が上がっている。 民間伝承の語源説に基づく地口の紋章で、ロが町の名前を表している。町の旗は赤から黄色である。ロは1646年に越信元史上の印象に初めて登場する。この町は公院の歴史的な印象デザインに基づき、1930年に写実的なロのデザインを採用したが、シュトットガルト文書館館長は、 ユルテンベルクの色である黒と金色を街の紋章の配色に取り入れることを提案した。1948年にデザインはこの配色に合わされた。1979年3月12日に紋章と旗がオストアルプ軍当局に認可された。エッシンゲンのイースターマーケットは15世紀から行われている。シュベービッシェアルプ協会のエッシンゲングループは2000年に アイヒエンドルフメダルを受賞した。旧エッシンゲン駅、エッシンゲンは、連邦道、B29 号線によって、全国的な道路網と接続している。最寄りのアウトバーンのインターチェンジは、A7 号線のアーレン、オーバーコ派編インターチェンジである。約 17km 離れた、このインターチェンジへは、B29 号線のアーレン方面と、修道 L1084 号線を利用する。 集落の600メートル北を通るレムス鉄道には越新源駅がある。旅客列車は1989年5月28日が最後となったが貨物列車はショルツ廃鉄リサイクル会社とショルツの敷地内にある積み替え駅で引き続き利用されている。最寄りの旅客駅はアーレン駅で約7キロメートル離れている。アーレン駅には IC61 やウルム、 シュトゥットガルト、クライルスハイム、ドナウベルト行きのローカル列車が発着する。公共旅客交通のバス路線には、それぞれの交通会社の料金と並んで、オストアルプモビール交通共同体の料金も適用される。ドイツリーメス自転車道がこの街を通っている。この自転車道は、ライン川沿いのバートへ、人間から、ドナウ川沿いのレーゲンスブルクまで、大歴シャリーメスに沿って818。 キロメートル以上にわたる自転車道である。越ンゲンは、テ鉄リサイクルコンツェルンで、世界中に6000人以上の従業員を要する、ショルツホールディングの本社所在地である。越ンゲンには、基礎家庭、本家庭学校パルク修レがある。この学校は2012、13年の学年から、デマイン社仏修レに改組された。この他に、町立幼稚園が2園。 福音主義教会が運営する幼稚園が3園、ローマイコールカトリック教会が運営する幼稚園が1園ある。ラウターブルクのウィンドパーク2006年以降、越信源にはラウターブルクの南東にウィンドパークがある。ここにはマストの高さ100メートル、風車の直径92メートルのトゥープリーパワー、MM92 風力発電機が5機設けられている。ありがとうございます。